こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市の近鉄富雄駅から徒歩圏内の単身用マンションのご紹介をさせていただきます。はい、まずですね、こちらの方は洋室となっておりまして、広さは3畳から4畳ぐらいございますでしょうか。もちろんこちらのお部屋はですね、このスペースだけではなくて、上の方にですね、ロフトがございます。上の方はですね、十分シングルベッドぐらいの広さがございますので、こちらの方を寝室としてお使いいただいてですね、こちらのお部屋の方を、ゆったりと、使っていただけたらと思いますね。はい、そしてですね、こちらの方は中に洗濯機が置けるようになっております。バルコニーに置かないといけないところも多い中でですね、こちらは喜んでいただける部分になっておりますね。またこちらの方はですね、シューズボックスですね。次にですね、こちら、トイレと洗面、お風呂が集約されてユニットバスとなっております。またですね、エアコンを1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適に過ごしていただけます。こちらのお部屋はですね、ロフトがあるということで、天井が非常に高くなっておりますので、非常に空間としてはゆったりとした感覚がございます。はい、次にですね、こちらの方には棚がついております。ところにですね、コンセントとテレビ線がございますので、この辺りにテレビなどを置いていただくのがいいのかなと思います。はい、そしてその奥側の方はこちら収納スペースになっておりまして、はい、こちらの方ですね、お洋服の方も掛けれるようになっております。はい、次にですね、こちらキッチンスペースです。キッチンの方はですね、IH コンロの方と、また下の方には冷蔵庫ですね、ついております。はい、はい、家賃の方もですね、非常にリーズナブルになっておりますので、これから一人暮らしをお考えの方、また、近畿大学学生さんにも大変おすすめなお部屋となっておりますので、また詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。